ンジョールのボナセーラー。今日は我が家のカンティーナからお伝えしております。前回はブドウ収穫の動画をご覧いただいてありがとうございました。今日はですね、収穫日が終わってそれからすぐ始まるブドウをワインに変える過程で大変大事な作業、モスとかき混ぜ作業を実際にご覧いただきたいと思います。モストって何かっていうと、要するにブドウの搾り汁のことです。前回の動画で、収穫してからそのブドウの軸、枝の部分ですねと果実を分けるっていうところまでお見せしたと思うんですけど、その後ですね、その分けた、果汁とブドウの一粒一粒の皮と種とが一緒くたになった、その今だったらまだブドウジュースですよね、それのことをモストと言います。で、収穫が終わって、そうね、まあ翌日か遅くても翌々日ぐらいからそのモストがですね、プツ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 って発酵してくるんですよ。で、その発酵を助けるために新鮮な空気をかき混ぜて入れてあげないといけないですよ。そうじゃないと発酵と腐敗っていうのは表裏一体なので、ちゃんと新鮮な空気でもってたまにかき混ぜてあげないと発酵するはずが腐敗になってしまってワインじゃなくなっちゃう、ただの腐ったブドウジュース、あるいはワインビネガーみたいになっちゃうので、このモストかき混ぜ作業というのは地味だけど大変重要な作業です。で、特に収穫が終わって直後の最初の1週間はまだブドウジュースとしては新鮮だけれども、同時にまだ発酵がしっかり勢いづいてないので、それを助ける意味でもこうやってかき混ぜてあげないとすぐね腐敗にいっちゃったりとか、もういつまでも発酵にこう勢いがつかないっていう風になります。なので、我が家では収穫から少なくとも最初の1週間はそのモスとかき混ぜ作業をですね、1日3回しております。まあ1日3回大したことないんじゃないって思うかもしれないですけど、なかなかどうして忙しいですね。朝昼晩とやっぱりなるべく等間隔がいいかなと思うから、なるべく朝8時ぐらいと午後は3時4時で、夜は寝る前のまあ10時とかそのぐらいになるように気をつけてやっています。で、1日3回とは言ってもやっぱその時間をね、いつもこう時間で行かなきゃっていうのがいつも頭の片隅にあるから、なんか本当最初の1週間2週間ぐらいはあのワインの赤ちゃんに、ワインの赤ちゃんであるモストに付きっきりという状況になります。忙しいけれども、これがまたこう毎日ですね、そのモストのプツプツいう音が変わったり、香りがどんどん強くなっていったり、で、ブドウジュースから今度はだんだんワインらしいアルコールっぽい香りに変化したりっていうのが楽しめるので、まあ、地味に大変だけど面白い作業です。では、ある日のモストかき混ぜの様子をご覧ください。
です。実際にかき混ぜている様子を間近で実演したいと思います。これね、ガスで果実とか種が上に上がってくるから、上の部分はすごい層になってるでしょ。結構ねこれ層が分厚いです。指が1本入るぐらいだから 7-8cm ありますかね。結構ちゃんと中に空気を入れて、そしてまた下にあるやつを上に戻すようなイメージなので、いつもこの板は水平に動かすと。だから押し込むとき結構力がいるんですよね。これはねそんなに量が多くないから片手でできてますけど、最初の容器に入ってるやつはちょっと両手でグーって押し込まないと無理ですね。本当プツプツいってますね。はい、こんな動きです。Hello.